はい、どうもこんばんは。沖縄おばばでございます。はい、皆さんこんばんは。これがね、えー、今日の最後の配信になると思います。一日お付き合いいただいてね、本当に皆様、あ心から感謝いたします。えっ、ー、とですね、今日最後のご紹介する記事ですね、三つあるんですけど、まあ一つはね、だからって感じなんですよ。 何がだからかっていうと、だから日本はおかしくなるということです。IT エンジニアですね。これの給料があ、先進7カ国で一番最低でございます。なんでね、優秀なエンジニアの方は、どんどんとインドとかね、C の国とか、アメリカとかね、そういうところに行っちゃってるんですよ、引き抜かれて。 だから、あーなんて言うのかな。日本はどんどん置いていかれてしまうっていうことなんですね。えー、これに対してね、えー、そんなことないよっていう方もいらっしゃるんですけど、実際そうなんですよ。はい。優秀な方は、給料のいい国に皆さん引き抜かれています。えー、これも事実なんですけど、IT エンジニアの給料、日本よりも C の国の方が高いです。 もう本当にね、えー、まあこれね、一つには、いわゆる下請け制度になっちゃってるんで、下請けから、あーまあ大手がね、下請けに、えー、出してね、その下請けで、まあ IT エンジニアを雇ってるんでね、えー、いわゆる給料があ少なくなってしまう。こういった問題が起こってるんですよ。 なんで、えー、ろくな人材が日本にいなくなってしまうんですね。えー、なんていうのかな、残っているのは、日本に残っている IT 人材っていうのは、まあ、一部の優秀な人はもう海外に行ってしまってるんで、えー、そういった優秀な人たちではない人材だっていうことになっちゃうんですね。わかりますでしょうかこの構造。 本当に私思うんですけど、この下請け制度みたいなば、ことにね、メスを入れないとね、抜本的な改革にならないし、日本はいつまで経っても良くな,ならないと思います。このまま沈没していくんじゃないかと私本当に心配しております。はい。で、こういったね、えー、あまり良い,い人材がいない国で、えー、もう穴だらけのシステムの中で、 えー、私の番号のカードとかが作られているわけですよ。わかりますよね。だから、しょっちゅうね、情報が漏れたりとか、他の人と、まあ、つながってたりとか、まあ、そういうことになるわけですよ。これ本当にね、えー、この下請け制度の、とんでもない問題点だなって、えー、思っております。はい。 で、えー、こういうことを続けていると、ね、いつまで経っても反省せずに直す気が全くないと。そういうことになってしまうと、日本で優秀,優秀な人材が育ってもね、海外に取られちゃうんですよ。はい。そういうことでございます。で、残ってるのは、まあね、えー、失礼かもしれませんけど、そういった一部の 優秀な人材以外の人ということになります。はい。えー、お分かりになりますでしょうかね。えー、日本が、先進な7個国の中でね、一番給料安いです。IT 人材。でもって C の国よりも下です。これ本当に考えないといけないと思います。あともう一つなんですけどね、 えー、これ、まあ、世界的に起こってることなんですよ。ロシアでも、はい、和水でもね、ロシアって言ってもいいと思います、ここでは。あー、猛暑だそうです。猛暑。ロシアに猛暑がやってきております。まあ、ロシアは本当のね、えー、涼しいはずなんですけど、夏はね、26度ぐらい、5、6度っていうふうに聞いてるんですけど、まあ、あとんでもないことになってますよね。で、アメちゃんです。 アメちゃんのカリフォルニアではね、もう40度以上です。で、山火事バンバン起こってます。昨日も言いましたけど。はい、えー、わかりますよね。これ本当にね、自然からしっぺ返しを食らってるんじゃないかっていうぐらいですよね。そう思います。今まで人間がやってきたことを丸っ きり反省しなかったがゆえにね、自然がしっぺ返しを喰らわせてるんじゃないかなって私本当にこれを思っております。皆さんはどう思われるんでしょうかあー、まあ、とんでもないことになってますよね、これね。はい。とんでもないことになってるんですよ。で、えー、まあ、最後にね、えー、もう一つ。 三つ目のニュースです。まあ三つ目のニュース。これとね、えー、まあ真ん中のニュースですね。こちらの方は関連があります。はい。えー、いわゆる運輸業ですね。はい。運輸業のお父ちゃんが本当にどんどん増えちゃっていて、とんでもないことになっていますよっていうニュースです。ものが、あまあ、熱波でね、 はい。熱波。猛暑で育たなくなってますよね。そこへ来て運送業が、お父ちゃんが増えております。はい。物がどんどん消えていきますよ。これから。はい。消えていきます。これから。もうしょうがないです。これ運べないんで。はい。どのくらいね。 割合、どのくらいの割合で運べるかが全くね、これ、予想つきませんよね。で、人手不足もあります、今。まあ、人手不足はいろんなことがね、絡み合ってるんですけど、えー、まあね、わかりますよね。事故が増えてるんですよ、運輸業の場合は。で、これね、えー、まあ、一週間ぐらい前かな、ちょっと配信したんですけど、3日に一遍、 えー、いわゆる運送業に関わってる人が、労災認定で4されております。に、3日に1人以上です。はい。まあ、人手不足になりますよね。160人です。去年1年の統計で。労災で4された方。3日に1人以上です。 で、えー、事故る方はもっと多いです。はい。とんでもない数です。1万何千人とかになってます。これ、労災です。なんで、かすり傷は入りませんよね。えー、まあ、伴奏庫貼っとけばいいようなかすり傷は、あ、労災、労災とかね、関係ないんでね。えー、いくら就業中に起きた怪我だと言っても、絆創膏貼っときゃ治るような傷は含まれておりません。 わかりますでしょうかどん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 ね、えー、いわゆる物を運んでくれる人がいなくなっているっていうことです。まあ、不注意なんですけどね。事故が起こるのは。不注意です。いろんなものの。どうして不注意になるかは、あ皆さんもわかっていると思うので、あえて言いません。はい。あまあ、ぼーっとしてるからですよ。ね。 えー、そういうことでございます。なんで、これからますますね、えー、食物が少なくなり、はい、食べ物ですね、熱波で、えー、アメリカもやられてるんで、えー、カリフォルニアはね、一大農業地帯です。それが今、熱波です。で、山火事も起きてます。日本もまあ似たような状況ですね。山火事は起きてないですけど、熱波来てますね。 なんでね、ひどいですよ、これ。まあ、一部のね、あの、夏、熱帯の植物っていうか、夏の植物は、ジャンボ化してるみたいですけど、はい、ジャン、ジャンボピーマンとかね、なっちゃってるみたいなんですけど、えー、まあ、大変なことになりますね、これね。はい。で、運ぶ人は、どんどん少なくなっているということでございます。 本当にね、あのー、早いとこ備蓄しちゃった方がいいですよ。ね。それ以外に手立てはございません。で、あとは自分のベランダとかで、ベランダとかお庭とかね、えー、まあ、一個立ての方はお庭でできると思うんですけど、えー、まあ、ガーデニングですね。ガーデニング。はい。いろいろね、お野菜うれ植えたりとか、 まあ、お花が好きな方はお花を植えてもいいと思いますけどね。えー、まあ、そういったね、ガーデニングをいたしましょう。ベランダでね、えー。少しは足しになります。はい。全くやらないよりは全然足しになります。はい。えー、まあ、ああ、ね、ね、えー。そういうことです。まあ、食べられるね、雑草なんかもたくさんあるんで、そういうものの勉強をするのもいいですね。 まあ、備えましょう。いつ何時何があってもおかしくない世の中になってまいりました。ああ、ものが、あーこれはね、来ないと思いますよ。本当に。お父ちゃんも増えてますし、あとね、えー、怪我をされる方も増えてるんですよ。まあ、この3つですね、えー、貼っておきます。まあ、ちょっと最後にね、ちょっと気分が重いニュースになってしまいましたけど、まあ、備蓄すればね、解決する問題なんで、 えー、頑張りましょうね。それでは、あ皆さん今日も一日本当にいいありがとうございます。聞いていただいてね、心から感謝感謝でございます。そしてね、えー、また明日も元気なお顔で皆さんとお会いできるのを心から楽しみにしております。本当に一日ありがとうございました。それでは皆さんまたおやすみなさい。良い夢を。沖縄おばばでした。はい。 今日は久しぶりにね、フェリシモさんのカップソーサーを出してみました。はい、かわいらしいね、すみれの花のカップソーサーでございます。はい、えー、お飲み物もね、えー、お紅茶でございます。はい。それではまたごきげんよう。皆さんもね、お茶を入れてね、ほっと一息、はい、してくださいね。 それでは、おやすみなさーい。